火元の住人は栗を焼いていたと話しています。炎の高さは周りの住宅の屋根を越えました。警察や消防によりますと、午後2時半ごろ、恩賀郡水巻町で江口富夫さん所有の小屋から火が出ました。江口さんは自力で避難しましたが、顔に火傷を負い病院に運ばれました。警察に小屋で栗を焼いていたと話していたということです。